皆さんこんにちは、三好彩香です。今回は1週間ということで、普段の私の定番スタイルから、あとあまりお見せしたことのないようなスタイルも皆さんに紹介していきたいと思います。はい、こちらが超定番の三好彩香スタイルです。本当にマジでいつもの私服すぎて、本当これです、はい、いつもだいたいナイキのキャップかぶっていて、でいつもこの内側に、ここのつばの部分にファンデーションとかがつかないようにしてくれるこの超便利グッズをつけてるんですけど、こうやってなんか見せるとちょっとダサい感じになっちゃうんですけど、帽子もすごい綺麗に保たれています。でバッグがバレンシアガのバッグで、このアウターはセレクトショップで買ったんですけど、フェイクレザーなので全然重くなくて、で結構こう丈が長いので、なんかインナーはクロップドとかで短くして、パンツはすごいワイドでダボっと着て、アウターもちょっとゆるっとダボっとみたいなスタイルが結構最近は多いかなと思います。だいたいいつもの私の定番のスタイルは結構ヘイリーのスタイル参考にしていて、なんかどっか肌見せしてるんだけど、でもどっかはこうダボっとゆるっとさせて、ちょっとこうメンズライクな感じのスタイルがすごい好きなので、彼女のスタイル参考にしています。お腹をなんか出したいっていうよりは、なんかその出してることで意識がちゃんとここに行くから、ちゃんとしなきゃって常に思えるし、なのでやっぱ一番腹筋は気をつけてるというか、なんか意識してる、ポイントです。だいたいいつもジュエリーは結構フルでつけるのが好きで、結構なんかその日の気分によって今日何着るかなっていうので合わせてつけたりしてます。まあ、今回はちょっとティファニーのダイヤがキラキラしているものをつけたので、いつもよりはかなり、パーツは少なくまとめてる感じです。それでは次、じゃん、はい、今回はお家でのリラックスコーデです。あんまりこういうのを多分お見せしたことないと思うんですけど、なんかちょっと恥ずかしい気持ちあー恥ずかしい、はい、今回は上下ともにプランクプロジェクトというブランドで、今年の2月ぐらいに多分ローンチしたばかりの日本のブランドなんですけど、一つ一つのアイテムがちょっとこうエッジの効いてるというか、可愛いアイテムが多くて、私もいくつかたくさん愛用しております。もう黒ばっかりなんですよ。本当に最近の悩みはクローゼット開けても黒が多すぎて、着たい黒をすぐババって出せないっていうか、このブランドとかだっけ、あれどこだっけみたいな、結構そういうのが立て続けにありますね。そしてアクセサリーはティファニーのリングと、あとはピアスつけてるんですけど、先週、お仕事も兼ねて韓国に行っていて、韓国でもう一個ずつピアス開けちゃいましたわかるかな。お家にいる時はこんな感じなんですけど、ちょっとサクッとコーヒー買いに行ったりとかしたい時は、ヒールのあるサンダルとかも可愛いなと思っていて、これはセルジオロッシ。やっぱね、ロッシはめちゃめちゃ形も綺麗だし、あとこういうピンの細いヒールでもそんなにこうずっと歩いてても疲れないんですよね。はい、こんな感じで。でこの部屋着で、大体いつもちょっとコンビニとか少しサクッとこうコーヒー飲みに行ったりとかするときは、財布と携帯だけ持って、もうこれだけ持っていくことが多いです。じゃあコーヒー買いに行ってきます。じゃじゃん、友達や
まあ、大切な人とかこう誰かとディナー行くときこんなファッションをしたいなと思いまして、今回はこちらのコーディネートにしてみました。はあ、嬉しい。なんかもう私の好きなものばっかり詰まってまして、こちらのブラックドレスが春信村田というですね、私の友人でもあり、その名の通り、村田春信くんが作ったドレスなんですけど、彼が作るドレスは本当になんかとてもこう繊細で、でも生地がこうしっかり女性をこう美しく見せてくれるドレスやお洋服がたくさんあるブランドなんですけど、もう彼とも何年ぐらいだろう、5、6年ぐらい親交があって、ファッションのこととかいろいろいつも相談に乗ってもらってるんですけど、今回はもうこの新作出たら絶対買おうと思っていたドレスで、このお腹の部分とあとこの後ろの背中がすごい綺麗にぱっくり開いていて、とてもなんかディナーの時にはすごいぴったりなんじゃないかなと思います。ピアスとシューズはどちらも地味中で揃えていて、でこの私のもう愛してやまないボーンカフ、今回は両手につけてみました。ティファニーのなんかこの2つがあればもうなんか他の部分シンプルでもとてもなんかおしゃれグッと上級になるので気に入っています。でバッグはリステアで購入したバッグです。気持ちの高まりを重視していて、だから自分がちょっとこうこのドレスを着るとなんか少しグッと大人な女性になれる気がするなとか、なんかこのボンカフつけたら自分に少し自信が持てるなとか、なんかそういうことを考えてスタイリングしてるんですけど、まあでもそれと同時に結構まとう香りも結構大事にしてて、いつもお気に入りでつけているフエギアの香水、これはちょっとなんかレザーっぽい感じもするし、ウッディな感じもするし、グッとこう色気のある香水で、こちらね、もうね、もうなくなっちゃうの。ぜひみんなにもトライしてみてほしいです。でもこれも結構深めな、結構グッとガツンとくる香りなんですけど、結構香水は大事、多分つけてない日はないと思います。今回はいつもの定番のスタイルと、まあ、形は一緒なんですけど、少し色味とかこだわりとかがちょっと違うスタイルです、まあ、やっぱ基本的にもうジャケットとパンツのセットアップがすごい好きで、何でもかんでもなんかセットアップだったら結構おしゃれにいけるんじゃないっていう、なんか自分の謎ななんかこだわりがあって、でこれは MM6 の上下セットなんですけど、もう見た瞬間に一目惚れして、このセットアップ絶対着たいと思って、でいつもは結構こうモノトーンなんですけど、ちょっとこう深めのスモーキーなモスグリーンなセットアップなので、まあちょっとフォーマルな場所でもいいし、普段カジュアルに着てもいいしっていう感じで一目惚れして買いました。なんかジャケットはこれぐらい、丈もちょっと長めの、少し自分のジャストなサイズよりも 1,2 ぐらいは大きめに着たいタイプですね。ボトムはもうとりあえずこのストンっていう形がなんか絶妙に、そこにもう微妙にこだわりがあって、ワイドパンツってもうここでもワイドパンツなんですけど、なんかここだとちょっともう少しこうメンズライクにしたいというか、ずるっと履きたくて裾ついちゃうんじゃないかぐらいのこのふたっとたまる感じが個人的にはすごい好きです。なんか一緒じゃないって言われるし、一緒じゃないって自分でクローゼット見てても思うけど、でもなんかちょっとしたなんかここのこうなんか襟の幅の違いとか、あとなんかボタンが違うとか、結構そういうので
全然違く感じちゃうので、まあそれはもう自己満で良しとしています。はい、はい、今回はワークアウトのコーデをしてみました。ウェアから気分を高めていきたい派です。いつもトレーニング私はもう午前中に終わらせたいタイプなので、だいたい朝9時とか10時とかから行くってなると、起きた時にめっちゃ眠いし、そのなんかギアを入れるためにはとりあえずもうウェアだけでもなんか気持ち高まるやつにしたいと思って、だいたいいつもセットで買うことが多いですね。このグレーの上下がナイキのセットアップで、中のインナーブラがアロっていうあのブランドなんですけど、ジムは前は 2,3 日に1回トレーニングしていたんですけど、2023年になってもうなんか頑張りたくないみたいな時期に今ちょっと差し掛かっていて、なので週1ウェイトのトレーニングかピラティス行くかだけですなんでちょっとあんまりこう開けたくない感じなんですけど、でもまあ継続はしていかなきゃいけないなと思って週1だけ行ってます。歩くだけとかだったら全然いつもこのチャック閉めてるんですけど、例えばそのウェイトのトレーニングするときに懸垂したりとか、あとはダンベル持ち上げてこうするやつとかは、その後ろの背中の筋肉の動きとか、あとそのどこに効いているかっていうのをちゃんと確認したくて、なのでいつもこのブラトップだけになってトレーニングしているところをトレーナーさんに撮影してもらって、あ、ここの筋肉ちゃんと動いてるねとか、なんかここもう少し動かさないとだねとか、なんかそういうのを確認しながらトレーニングしてます。まあ、手ぶらで行くこともあるんですけど、バッグ乗っていくんだったらアモーメントっていう韓国のブランドなんですけど、だいたい同系色な感じでまとめてジム行ってます。じゃあジムに行ってきます。はい、今回は色で遊びたい時のスタイルです本当に色を着ないんですよね、ほとんど。なのでこうやってデニムのセットアップで、まあ、ちょっと素材感、色感を変えるっていうのと、まあ、トップスちょっと赤のデザインが効いたトップスにしてみました。今回はこのデニムのセットアップがバレンシアで、絶対入荷したら買うって思ってずっと狙って狙い続けたんですけど、このジャケットが後ろがすごい短くなってて可愛いんです、これ。そしてトップスがこれ、実はアディダスとステラ・マッカートニーのコラボの一応トレーニングウェアなんですけど、こういう風に私服で合わせて着ています。でベルトがボッテガ、バッグがサンドラのちょっとミニバッグというよりかは少し大きめのものにして、でシューズ、サンダルがバレンティナのシューズです。ポイントで使うにはすごいなんか自分の中ではいいかなっていうのがあって、まあ、例えばなんかこういう風にトップス色でちょっとジャケットとか肩落としてきたりとか、あとはまあバッグを色物にするとか、あと結構いつもこの私服のスタイルの時はなんかサングラスとかメガネとかすること多くて、最近お気に入りのジェントルモンスターのサングラス、ちょっとグリーンがかってる色とか、これ最近よくかけてます。これも好きだし、これはグッチ、下だけこう縁がついててちょっとワンポイントおしゃれな感じ。だいたい色物とか使うときはサングラスとかメガネとかもいつもつけてるものじゃないのもトライしてみたいなっていう気持ちになったりとかします。ディズニー行くときとか
カラーもの着たくなるかな、なんかそんな気がする。ちょっとこういつもよりは弾けてなんか遊びたい時とかにカラーもの着たくなる気がします。それでは次に行きます。はい、こんな感じで今回は映画祭や海外でのちょっとレッドカーペットとかを歩くときに、こんなコーディネートだったらきっと素敵だろうなと思ってスタイリングしましたが、なんともすごい存在感を放つパコラバンヌのドレス着ております。すごくないですかこれ。重厚感あるし緊張しちゃうんですけど、めちゃくちゃ着心地いいです。めっちゃ軽いし柔らかいし、とってもボディラインが綺麗に見えて、やはりこう最近、ようやくこうコロナも落ち着いて少しずつこう海外のお仕事もいただいたりする時に、私もいつも何を着ようかどんなメイクしようかすごい悩むんですけど、やっぱりこれぐらいこうレッドカーペットだからこそ着れるドレスとかもあるので、存在感を放てるこんな素敵なものにしてみました。もうこれドレス1枚でかなり全体的にすごい綺麗なので、もうノーアクセ、ノーバックでシンプルにいった方が逆にかっこいいかなと思っております。とりあえず日本にいる時よりもまず背筋を伸ばして、とりあえず胸をグンって前にして、ちょっとお腹グッて引っ込めて、カメラが正面にあったらなんかすごい正面に綺麗にするんですけど、横とかの時はなんかとりあえずキュッキュッみたいな、いつもよりなんかボンみたいな感じで、内心はめちゃくちゃ緊張してても、はいどうも来ましたみたいな感じでやってます。そのイベントごとによってイベントのイメージカラーだったり、今はの国のアリスのプレミアイベントの時とかはトランプの絵柄がこうゲームのキーになってくるので、本当黒か赤の衣装にしたりとか、この前ティファニーのイベントでニューヨーク行ったんですけど、その時は、ジュエリーがしっかり映えるように白のちょっとシンプルなデザインのドレスにしたり、意外とそのイベントごとに合わせてスタイリストさんと相談して決めてます。ほんとどんな時でもいつでも、もうファッションによって自分のこうメンタルがすごいなんかポジティブになるので、私にとってはもう普段のジム行く時のウェア一つもそうだし、レッドカーペット行く時のドレス一つもそうだし、なんかその見てる人の数も全然違うし、 TPO も全く違うんですけど、常に自分の気持ちを高めてくれるものがファッションだったりメイクだったりするので、なんか自分が嬉しくなったりとか自分が楽しくなったりするのを普段のファッションでは心がけていて、お仕事の時とかはそれにこう見てくださってる方々のこととか、あとは一緒にお仕事をさせていただくクライアントさんの方々といろいろ話しながら決めたりとかもするんですけど、でもそこにもなんか必ず自分の気持ちが高まったり、少しなんかそれを身につけることによってこう自信がみなぎってきたり、ちょっとでも素敵な女性になれるようにということを心に置きながらいつも楽しんでます。ということで1週間コーディネートを紹介していきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。何かねぜひ参考になっていれば嬉しいですし、私も皆さんにこうあまりお見せしたことのない部分であったり私らしい部分をお見せできてとても楽しい時間でした。またお会いしましょう。バイバーイ。